皆様こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。三井住友 DS アセットマネジメント投資営業部若松と申します。本日はウィズコロナ時代におけるアジアリートと J リートの魅力と題し、モーニングスターアワードファンドオブザイヤー2019リート型部門において最優秀ファンド賞を受賞した J リートアジアミックスオープン資産成長型、優秀ファンド賞を受賞したアジア小売回りリートファンドについて、両ファンドの運用チームのチーフファンドマネージャーである秋山悦郎よりお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました秋山です。今回、J リートアジアミックスファンドとアジア小売回りリートファンド、その2つでですね、最優秀賞、優秀賞を受賞させていただきました。過去にですね、J リートアジアミックスは、これで2年連続の最優秀賞で、アジア小売回りリートはですね、2014、2016に優秀賞、2017に最優秀賞を受賞しております。私としてはですね、大切な資産形成のために大切なお金で投資してくださっている受益者の皆様およびですね、このファンドを推奨してくださっている反社の皆様、そういった方々にですね、喜んでいただく、幸せな気持ちになっていただく、笑顔になっていただく、それがですね、最大の目的であり、それは当社としても最大の目的なわけです。今回の受賞によってですね、そういった受益者、反社の皆様に少しでも安心していただけたのではないかというふうに考えております。そういう意味で、モーニングスターさん、第三者機関であるモーニングスターさんの高い評価を得られたということは非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。改めてお聞きしたいのですが、 J リートアジアミックスオープン、またアジア小売回りリートファンドにつきまして、それぞれの特徴また魅力について教えていただいてもよろしいですか？はい、J リートアジアミックスファンド、これはですね、今画面にも出ていますけれども、シナジー効果、 J リートとアジアリートが生み出すシナジー効果がポイントです。シナジー効果というと分かりにくいんですけれども、要は魅力的な J リートに投資する、そしてアジアリートは J リートにない魅力を持ったアジアリートに投資していく、この2つのことをですね、コンセプトに J リートアジアミックスはやっております。で、一方でアジア小売回りリートファンド、こちらの方はですね、 J リートが入らないアジアオセアニアのリートファンドなんですけれども、これはアジアオセアニアの経済成長、これが非常に高い伸びを中長期では示していくというふうに考えられています。その恩恵を受けるリート、そういったリートに投資していきましょうというのがアジア小売回りリートファンドです。ありがとうございます。この2つのファンドに共通する魅力の一つといたしまして、日本、香港、そしてシンガポールの3拠点における連携で、そして2019年の流行語大賞にもなりましたワンチームの運用体制だとお聞きしておりますが、詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか？はい、アジアリート、J リートの特徴というところで、まずお話しさせていただくと、基本的に配当利回りが世界のリート市場の中でも高い状況にあるということが、この表からもお分かりいただけるかなと思います。そしてこの表には実はないところで、もう一つ重要なポイントがありまして、ただ利回りが高いだけならいいのかと、やっぱりそうではないでしょうと、そういう意味では財務体質がいいというのが実はアジアリートに大きな魅力としてあります。で、これを意識されている方は非常に少ないんですけれども、なぜ財務体質がいいかというと、アジアリートの場合には国の規制でですね、借入れ比率が抑制されているということが規制上あります。これは基本的に欧米および日本のリート市場ではない規制であります。そういった意味で、規制があるので非常に
コンサーバティブ、保守的に財務運営がなされている。その上で利回りが高いということが大きな魅力になっています。そしてもう一つ特徴として、まあ、これは J リートの特徴と言えるんですが、まあ、2017年のところを見ていただけるとお分かりになるかと思うんですが、世界のリート市場で J リートだけがマイナスになった年が2017年にあります。で、実は2017年、J リート、実は J リートは2016年、17年、18年、19年とファンダメンタルズに大きな変化はなかったんですね。なのに J リートがこういうように2017年だけマイナスになっていると。で、それはなぜかというと、まあ、需給で売られてしまったと。ファンダメンタルズは悪くないのに売られることによってマイナスになってしまったということがあります。まあ、これはですね、J リートの、投資家というのが、そのがちょっと狭いんですね、他のグローバルなリート市場の中で。で、それはなぜかというと、まあ、株式とリートを厳格に区分している国が日本だからということで、まあ、そういう意味では他の国は株式指数の中にリートが入ったりしてるんですけど、日本の場合には入ってないということがあるように、まあ、それを区分してしまってるがゆえに投資家の裾野が狭いということがあって、こういうことが起きています。まあ、そういう意味ではまあ、この、パフォーマンスを見ていただいて分かるように、かなりこう分散されているのがアジアオセアニアリートの特徴かなというふうに考えています。ただし長い期間、5年ぐらいの長い期間をとってみると、まあ、アジアオセアニアのリート市場非常に高いパフォーマンスを示しているかというふうに考えています。で、そしてちょっとお恥ずかしいのですが、このワンチームという、まあ、これ我々チーム全員、リートにかかっているチーム全員の写真なんですけれども、まあ、ワンチーム、非常に言葉はいいんですけれども、言うは易し行うはがたしということでですね、実は本当にワンチームというのはラグビーでもですね、これは簡単なことではないというのはラグビーの人も言われていたんですけれども、まあ、実際我々もチームやっていてですね、ワンチームで、運営していくというのは本当に難しいと感じています。で、その難しさっていうのは、まあ、なぜ難しいかというとですね、まあ、やはりいろんな人がいるわけで、まあ、その人それぞれがですね、まあ、個性があって、で、その個性を単に褒め合ってぶつけているだけではワンチームにならなくてですね、で、まあ、我々がどうやってワンチームになっているかっていうと、実は我々は J リートのファンドマネージャー、アジアリートのファンドマネージャー、 J リートのリサーチアナリスト、アジアリートのアナリストっていうふうに一応区分はしてるんですけれども、全員が J リートもアジアリートも知っているというふうに実は知っています。で、これが例えば J リートのアナリストとファンドマネージャーだけだと1対1の議論になってしまうんですけれども、我々がやっているような形にすると、全員で J リートを議論できる、全員でアジアリートを議論できる、まあ、こうすることが実はすごく難しいんですけれども、実はこれがですね、多様な考え方を生むというふうに考えています。まあ、一朝一夕にこれは実はなかなかできないんですけれども、非常にですね、これ難しいことに挑戦してですね、まあ、今成功していると。で、これによってアジアオセアニア地域、日本含めて日本、アジア、オセアニア、もうここの不動産がボーダーレスになってるんですね。ボーダーレスってのはどういうことかっていうと、日本のリートがアジアの不動産に投資することもある、アジアリートが日本の不動産に投資することもある、オーストラリアのリートが日本の不動産に投資することもある、まあ、こういうようにもうボーダーレスになっているので、まあ、そういう意味ではこのボーダーレスのエリア全体を一気通貫で運用リサーチしていくというためにはワンチームがどうしても必要だというふうに考えています。
ありがとうございます。もうワンチームと一言でも全員参加、またボーダーレスということですよね。もう少しこの運用体制、運用についてお聞きしたいんですけれども、 ESG も一つの評価項目の一つだとお聞きしておりますが、この ESG の観点というところもお聞きしてもよろしいですか。はい、今株式の方でですね、ESG というのはもう非常に一般的な形になっております。ただリートの世界で ESG っていうとなんか見慣れないなというふうに思われる方が多いと思います。はい、まあ、そういう意味ではですね、この ESG 我々非常に重要しているというのはなぜかというと、実は欧米ではですね、リート不動産会社の ESG っていうのはもうかなり進んでいるんですね。で、まあ、その流れがですね、今日本、アジア、オーストラリアに来ているということで、まあ、そういう意味では世界の今の流れの中で、日本、アジア、オーストラリアに来ているんであればもう先頭に立って乗っていこうというのが、まあ我々の、まあ、取り組みであります。で、そしてこれで一番いいなと思っているのは、 ESG のリサーチを通じてですね、リートと対話をできると、まあ、いわゆるエンゲージメントですね。で、リートに対して ESG の観点からこうしたらどうですか、あしたらどうですかということを、まあ、投資家の立場から対話させていただくことができると、まあ、それによって実は見えない価値が見えてくることがあると、まあ、これが非常にESG リサーチで今一番我々としては価値が高いんではないかというふうに考えています。ありがとうございます。このような運用体制が走行いたしまして、当チームの運用実績とても好調ですよね。はい、設定来からの基準価格もご覧いただきますと、こちらのスライドにございます通り、設定来ですね、 J リートアジアミックスオープン、こちらの資産成長型、またアジア小売回りリートファンド、こちらも設定来から好調な基準価格となっているのが見て取ることができます。このパフォーマンスについて何か補足ありましたらお願いいたします。はい、パフォーマンスがいいというふうに言ってくださるのは非常に嬉しいんですけど、まあ実はこれはちょっと誤解を恐れずに言わせていただくと、パフォーマンスを求めて我々運用しているわけではないんですね。はい、で我々としては、まあ、先ほど J リートアジアミックスであれば魅力的な J リートと、うん、J リートにない魅力を持ったアジアリート、これに投資していけば必ずやいいパフォーマンスが出るんだという信念のもとに我々は運営しているわけです。ですからそれをやったがゆえにこれが結果としてパフォーマンスが出てきたというのが実は正直なところで、パフォーマンスだけを追い求めているとですね、どうしても運用がブレてしまうんですね。まあ、そういう意味では運用をブレないようにするためにはどうするか、やっぱりそれはコンセプトを大事にするということで、やっておりまして、まあ、それが J リートアジアミックスでもアジア小売回りでも、また J リートの特化型ファンドでも全てにおいて一緒だというふうに考えています。なるほど、強い信念があるからこその今のこの良好なパフォーマンスということですね。はい、ありがとうございます。で、今の基準価格見てもいただいてもですね、やはりちょっと気になるのはコロナショックの影響かなと思います。で、この新型コロナウイルスの感染拡大についてアジアリート、また J リートというのはどのような影響を及ぼすのでしょうか。まずはアジアリート市場の足元の状況についてお聞かせいただければと思います。特にやっぱりオフィスとかホテルなんていうところがですね、心配に思っていますが、いかがでしょうか。はい、まあ、よくウィズコロナ、アフターコロナっていうお話を聞くんですけれども、はい、ウィズだろうとアフターだろうと、いつもどんな局面でも我々としてはですね、変わらないんですね、実は。それは、まあ、要するにいつの時代でも必ず変化してるんです。で、実はこのコロナのアフターコロナによってですね、最近よく新聞でも取り上げられてるんですけど、商業施設リートがダメになって物流リートが良くなったということがよく言われています。で、実はこれはですね、もう2017年18年から始まってたことなんですね。で、我々としてはもうそれは大きな流れ、
それは何かというと、e コマース、まあ、とかですね、まあ、この 5G に代表されるような、まあ、AI とかの普及、まあ、こういったものがもう2016年、7年ぐらいから始まっていて、で、それによって、まあ、商業施設リートが少し地盤沈下していって、代わりに台頭してくるのが、まあ、データセンターのリートだったり、物流のリートだったりというふうにもう考えていますので、ある意味それはアフターコロナによって皆さんが知るところにはなりましたけど、実は不動産市場の中ではもう始まっていたことだったといなうるふうほにど。考えています。まあ、そういう意味で、このアフターコロナっていうのにあまり焦点を当てるというよりも、やっぱりそこだけを見るんではなくて、常に大きな流れを意識して、見ていくというのが実は大切なんではないかなというふうに考えています。ありがとうございます。そんな大きな流れの中でまた一つのイベントについてお聞きして恐縮ですが、ちなみに日本の、オリンピックが来年に延期になりましたけれども、それの J リートへの影響というのはございますでしょうか？基本的にはですね、今の段階で言うと、もうポジティブな影響しかないと。ポジティブなんですね。で、それはなぜかというと、まあ一旦、まあ延期になってしまったということで、まあそこのところで、まあ非常に心配されている方が多いんですけれども、実はもう7年前、決まった時からですね、開催が。で、この時から、リートへのポジティブな影響っていうのは始まっていて、まあそれは何かというと、不動産開発がどんどん進んでいくということで、東京の不動産市場が大きくなっていくと。で、それ自体はもう、このコロナの前に終わっていることで、で、最後の1年、オリンピックが開かれる最後の1年というのが、ここがですね、インバウンドによって、活況を呈すると。で、今回延期になったんで、まあ、インバウンドの影響がずれたと。で、なおかつ、今、コロナによって、インバウンドがゼロになって、ほぼゼロになってしまって、一旦それを織り込んだ状態から、少しでもやっぱり、オリンピックの開催によって出てくるんで、影響が。まあ、そういう意味では、ポジティブな方向に、これから動いていくと。なるほど、ありがとうございます。なんかすごい明るい気持ちになることができました。ありがとうございます。じゃあそんなウィズコロナ、アフターコロナなんていうよりも大きな流れだとはおっしゃりましたが、そんな中においてですね、当ファンドのポイントとか魅力とかってございますか？で、実は2019年6月、7月以降ですね、にずっとデモの問題で、香港リート、2019年の下期のパフォーマンスっていうのは世界で最も悪かったわけです。で、まあ、それが、まあ、今年に入ってコロナの影響で、で、実は2020年の上期のパフォーマンスというのは、まあ、ほぼリート市場、グローバルリート市場の平均並みのパフォーマンスだったんです。で、まあ、今回、香港国家安全維持法、まあ、これがもう施行されまして、で、これは非常にですね、新聞等を読むとですね、まあ、民主的じゃないとかいうことでですね、大変評判の悪い法律なんですけれども、実はこの法律はによってですね、香港リートが生き返るというふうに私は考えているわけです。で、それはなぜ生き返るかというと、まあ、我々さっきワンチームの中に香港のデレク君というアナリストが出ていたんですけれども、彼とも話をしたんですが、やはり法律ができることによって香港の安定っていうのが訪れるだろうと、やっぱりデモにはもう参加できないだろうということでですね、やはり民主化デモの大きな、まあ、社会の安定性を損ねたことが徐々にもう収束していくと。で、まあこう社会の安定が保たれればですね、経済も回復してくるんで、まあ、香港リート今まで、なかなか投資機会がないなと思って見てきたんですけれども、まあ、今回の法律施行っていうのは、まあ、私は非常に投資家としてはポジティブだなと。まさにここが今アジアリートに投資する絶好のタイミングなんではないかなというふうに考えています。
ほど、ありがとうございます。香港以外でも何か注目している銘柄とかってございますか？はい、まあ、今一番注目しているのはやっぱりデータセンターリードですね。はい、で実はあのシスコシステムズという大手の会社がですね、シスコグローバルクラウドインデックスという指数を作って、その指数によればですね、2015年の世界のデータセンター容量、これは2020年には5倍になるというふうに2018年の段階で予測しているんですね。で、まあ、今回コロナによってそれが まさに加速しているわけですね。まあ、そういう意味で言うとこのデータセンターの容量が大きくなっていくということは当然データセンターが必要になってくるということで、まあ、非常に今リートでは一番あのグロース投資としてですね、このデータセンターリートが期待を持てるというふうに考えています。でそのデータセンターリート、実はアジアではケッペル DC リートというリートが唯一特化型としてあるだけなんです。唯一なんですね。で我々としては非常にここにですね大きく投資しているということで、大変期待をしている銘柄であります。そしてもう一つだけ言わせていただくと、グッドマングループ、これはオーストラリアのリートなんですけれども、物流施設リートを中心としたリート で、まあ、最大のポイントはですね、もうアマゾンがここのリートの最大顧客だということですね。で実はこの6月にもアマゾンがですねオーストラリアで、施設の大規模な拡張をするという発表をしておりまして、もうその恩恵を一番に受けるのはもうこのグッドマングループということでですね、グッドマングループ世界に物流施設を展開しているリードなんですけれど もう本当にグローバルに、グローバル企業としてですね、代表的な物流会社に成長していっていると、まあ、ここもですねあのまさにアマゾンの台頭とともにですね我々が、がっつり投資していった先というふうに言えます。はい、ありがとうございます。ここまで当ファンドについてご紹介いただきました。最後に一言お願いしてもよろしいでしょうか？はい、我々ですね、実は我々の運用チームにはあの標語というかですね合言葉がありまして、ノーリートノーライフということで、我々の全てをかけてですねリートの運用に携わっているということがあります。でこのノーリートノーライフは、我々だけでなくてですね、受益者の方投資家の方々にも言えるのではないかなと。これから低金利低成長の時代に資産形成を行っていくという意味ではまさにリートなくして資産形成なしというふうに言えるのではないかなと。ぜひ我々のリートファンドでですね皆様の資産形成にお役に立てることを願ってですね、また冒頭申しました通り我々に投資してくださった受益者、そして我々のファンドを推奨してくださっている反社の皆様、その方たちの笑顔を見たいと、笑顔になってもらいたいと、これが私の願いであり当社の願いでもあるというふうに考えております。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ウィズコロナの時代におけるアジアリートと J リートの魅力について受賞ファンドチーフアンドマネージャーの秋山からお話しさせていただきました。アジアの経済成長の恩恵を享受することができるアジア小売マリートファンド、そしてアジアに加えて安定した収益化を狙うことができる日本という2つの成長エンジンを持ち、アジア地域全体の成長を捉える J リートアジアミックスオープン、ご検討いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。